いや、2人とも運動は苦手ということが分かりましたね。苦手。え、でもなんかソラちゃんと3D とかで、うん、身体測定とかダンスとかもしたいんだけど、うん、ザリガニ、ザリガニだっけ、あれザリガニ体操ですか。うん、あれをね、いつかね、作りたいんだよね。これね、ずっとね、お話ししてるもんね。そうなの。でもなかなかね、作る機会をね、作れてなかったから、今年はやりたいなー。ねー、やりたいね。なんか、そう、覚えてたってみんな覚えてるよ。覚えてるけどさ、そらちゃんもね、ライブとか自分のね、歌う曲とか忙しいし、さあ、キロでもちょっと余裕がなくて、なかなか、あとこんな時期だからで、なかなか集まってとか難しいかな、そう、進められないでいたんだけど、うん、今年こそはね、やりたい。うん、裏では普通に話してるんだけど、うん、出来上がらないっていう状況でガンガンね、進めるタイプじゃ、さあ、今日でもあんまりガンガン進められないタイプだから、そう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 、お互いちょっとのんびりやすぎてそうそう、時間感覚がね、ちょっとおかしいかなほら、エルフだからさ、ね、そう、そうなんだ、一瞬過ぎてね、時が、そう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 、そう、楽しみだぞ、ありがとう。今年こそね、そらちゃんとね、そう、ザリガニ体操を完成させたいね。うん、目標ザリガニ、ザリガニとかやろうでしょ結構なんか運動不足の体操とかにもなんかなる感じのやつ。そうだね、あ、エクササイズみたいなね。そう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 、エクササイズ、体操っていうかエクササイズ。うん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 、うん、え、正直なんかザリガニの着ぐるみとか着たい。ちょっと待って待って、ガチすぎるのよ、ガチすぎるの、もはや教育番組よ、そこまで行ったらいやいや、やっぱそこ目指していかないと。子供にも優しい教育番組目指してますってやるの。そうザリガニエクササイズ行くぞーとか言って二人で着ぐるみ着て顔が出るよ、顔が出て、顔が出てる、よくあるやつね、そういう、そう、よくある、よくある。 そこまでやるんだったらもう、うん、もう子供向けに作りたいわ、もう子供向けチャンネルみたいに作りたいわ、もう動きにくそうじゃないのよあ、そこじゃないんだ、みんなまあね子供向けのね、やつ、英才教育のやつやりますか、じゃん頑張れってみんなに言われちゃってるじゃん大きいお友達こんにちは大きいお友達しか見てないみたいな方やめてよじゃあ小さいお友達も大きいお友達もこんにちはって言えばまあ大丈夫かな。まあね、それだったらね、うん、ソラちゃんと一緒なんか持ちられてるな。しかもソラちゃんと一緒、アキロゼちゃん要素どこ行ったの。ちょっとアキロゼはなんかあのなんだっけ、体操のお姉さんポジションに、お姉さんポジションなのまさかの。いや、それだったらアキソラと一緒とかにすればいいじゃんじゃあアキソラと一緒で、そう、イエーイ